点灯式を開式させていただきます。私本日の司会進行を務めさせていただきます山口玲香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに少しだけ私の方より今回の福岡城幻の天守閣ライトアップについてご説明をさせていただきたいと存じます。この事業は福岡城のさらなる周知と福岡城への観光集客を目的としまして今年度初開催いたします。国指定の史跡でもあります福岡城の天守台を活用し高さおよそ14メートル、最大幅およそ21メートルにもなる天守閣をイメージさせる仮設工作物を本日より5月31日までの期間限定で終了するというものでございます。本日のこのライトアップを待っていたかのように本日福岡管区気象台より桜の開花宣言も出されました。今日を皮切りに今年もソメイヨシノ、しだれ桜、山桜など19種類1000本もの桜がまるで桜色の絨毯を一面に広げたように咲き誇りたくさんの皆様の目を楽しませてくれることと思います。昼間とは一味違う幻想的で情緒あふれる空間をお楽しみいただきたいと思います。最後に天守閣に向かって左側のボタンになりますが中央に福岡商工会議所谷川会頭をお願いいたします。会頭の右隣に福岡市立赤坂小学校の日野さん、そして左隣に福岡おもてなし部招待初代福岡藩藩主黒田長政公をお願いいたします。以上9名の皆様にお並びいただき点灯をお願いいたします。プレス関係の皆様でカメラをお持ちの方どうぞ前列の方までお進みください。まもなく点灯のお時間となります。それでは壇上の皆様は手をボタンの方に添えていただけますでしょうか。また点灯にあたりましてここ本丸広場桜井の桜に向いているライトアップ照明を少しの間消灯させていただきます。それでは一旦消灯いたします。カウントダウンは10秒でございます。カウントダウンが進み最後私の点灯の掛け声に合わせて点灯ボタンを押していただきたいと思います。9名の皆さんの心が一つになりタイミングが合わないと幻の天守閣ライトアップされませんので皆さん心を一つにお願いいたします。それでは参ります。福岡城幻の天守閣ライトアップまで10 9 8 7 6 5 4 3 2 1点灯。幻の天守閣が夜空に浮かび上がっております。どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。皆様ありがとうございました。それでは少しの間報道関係の皆様に点灯の場面を撮影していただきたいと思いますので壇上の皆様は今一度ボタンに手を添えていただいてよろしいでしょうか。それでは撮影の方を、はい、撮影の方よろしくお願いいたします。撮影の方よろしいでしょうか。この幻の天守閣なんですが7色に変化し様々な表情を見せてくれますのでこの機会に皆様と一緒に鑑賞したいと思います。壇上の皆様恐れ入りますが、後方天守台の方を向いていただいて一緒にご覧いただければと思います。それではお願いいたします。
七色の後に流れ星も流れました。皆様、幻想的なライトアップの演出いかがでしたでしょうか。あ、拍手いただいております。ありがとうございます。それでは最後になりますが、本日ご出席いただいております皆様で幻の天守閣をバックに記念撮影を行いたいと思います。壇上の皆様はその場でそのままお待ちください。準備の方させていただきます。報道関係の皆様、お足元暗くなっておりますので、ご移動の際はお気をつけください。お待たせいたしました。それでは壇上の皆様より最前列の方にご移動をお願いいたします。お足元皆様お気をつけください。では続きまして2列目にご着席の皆様、ご移動をお願いいたします。ご出席の皆様、お進みいただいておりますでしょうか。皆様、お顔隠れてないですか。大丈夫でしょうか。それでは撮影の方していただきたいと思います。中央のあたりに目線を皆様お願いいたします。では続きまして目線を右側のカメラの方にお願いいたします。では続いて目線を左側にお願いいたします。では続きまして点灯の色を変えて再度撮影をさせていただきたいと思います。ではまずは目線を中央の方にお願いいたします。では次に目線を右側にお願いいたします。
日から5月31日まで午後6時から午後10時までの時間で点灯を行います。本日皆様お忙しい中ご出席いただきまして誠に、ご登壇の皆様お足元お気をつけいただきましてご登壇ください。そして私たちは一大事ですからね、官兵衛様がひっくり腰になりました。初めてですね、3月の末でこれほどの、全然咲いてなくて週末もどうなるかと。まだ桜のライトアップをちょっと待ちましょう。桜すごい、いい色ですね。色で撮りたいです。これ見事に咲いてないもんね。あ、来た。お、どうですか。なんか全部ピンクだけど撮りましょうかね、ひとまず。はい。藤色といえば。撮りました。めっちゃピンク。藤色です。桜が咲いているかのように。どうですか、村上の。いいと思います。ちょっとまた変わりましたね。あ、なくなっちゃったかな。逆光で撮りたいんですよね。借りていいです。逆光にならないそのライト消したいです ねちょっと前に立つから村上殿が立つけばそんな芝入って誰かあの前にあれを阻むのはちょっと難しいダメだ、難しいです。日が当たってますね。良さそうですじゃあお城を見上げてください。ありがとうございました。お、めちゃくちゃいいかも。あれが、あ、いいです。本当にいいですね。ありがとうございました。あ、ちょっといいです。じゃあ近づいていきましょうか。これは無理ですね。入らない。父上の逆光にはなってるんですけどね。ちょっと左側にいいですか。文字が入るよ。はい、ありがとうございます。咲いてないね。ほら、あちらで後ろからライトが当たる位置に。はい。で、また座ってください。どうしましょう。立ったままでいいですね。あ、いいですね。こちら向いてもらって、もう少しもうこれが今度切っちゃいます。いいライトが来たくちゃ。顔はもう映らないですけど、すごいと思います。シルエットがいいですね、これは。はい、ありがとうございます。はい。
皆さん後ろもいいですか。さあ石垣が綺麗ですね。はい、じゃあいろいろな角度で見てみましょう。そうですね。じゃあどうでしょうね。雨がまだ降りそうなんですよ、その辺りが。ステージのスケジュールわからないんでしょう、まだ。わからないんです。30か31には出ると思います。ステージあるんですかね。もうギリギリじゃなくて。ステージ出れなかったら、三の丸で演舞は必ず。ここじゃって思った時に来ればいい。この辺出そうじゃなくて。後ろで構えるだけとか、できますからね、三平様。構えるだけ。大変。楽しんでください、ね。ありがとうございました。すみません、本当にわざわざ遠くからお越しいただいて。しかも有料じゃから。テイクアピクチャー。オッケー。エンジョイ。水じゃ水。思い出しました。ここを取るんで。ここを取るんで。これはスポンサー様ですから、ね、朝日グループ、うん、今が一番かもしれないですね。誰よりも先に見ることができましたね。昨日の NHK ニュース、うん、この辺の上空写真に映ってましたけどね。うん、キラキラしてるこんな感じみたいな。これ実際の高さか、これ。あーだいぶ近い。うん、はい。必ず演舞ありますので。え、演舞は必ず三の丸にあります。演舞隊は30か31か調整していただいている最中ということで。今日中に富士山で出ます。官兵衛様が演舞をしないパターンがあります。後ろに立ってるだけ。変な。あれにしました。まあでもね、ちょっとどうしましょうかね。びっくり腰になると。ねえ、できんかな。もう座っててもいいです。偉そうに座ってれば。いればな。いや、もう孫屋にいてもらいましょう。なんで孫屋？孫屋の番だな。つまんない。代わりに。そうですね。今日誰だな？たまたま入る。今週末は大丈夫。来週末と。水じゃからな、みんな。うまそうにフレバーだけ入れておるの、ね、あの今年は過去一屋台の数が多いです。70って、ジンカーが70って。福岡の美味しいものは人に食べれると聞いていますので。うん、肌寒いですけど、肌寒い方が福岡の美味しいものは美味しいです。ぜひ食べてもらえればと。食べて帰ろう。暖かくなってきて、1個ずつは日に送る。70個な。それぞれ分担。70個。年齢が。本当にお写真ですか。我々着替えの時間の都合でもう行かなければ。はーい。福岡城を見上げるパターンありますか。見上げるパターン、いくぞ。
はい。いいかな。はい、どうぞ。では、中畑様、退陣を。じゃあ、我ら退陣の時間帯になりました。どうぞありがとうございます。本当にすみません、わざわざお越しいただいて。まさかお越しになる方がいるとは思わなかったので。別にどこで何時なども特に言ってなかったんですけど。この、まあ、言い換えると、私たちも今日の今日まで情報がない。そんなに知らない。有料のところでやるとは聞いているけど、入れるのかな、どうなるの、謎でしたね。そもそもどこまで入る。でも、いの一番に見ることができて、はい、貴重だったんです。じゃあ今後もよろしくお願いいたします。また桜咲いたら練り歩きお願いします。いえ、多分できないです、練り歩けないですからね、桜祭り期間中は。ですが、航路館広場、はい、ぜひ行ってください。本当に囲いで一番のにぎわいになると思います。はい、多分今週末は人が多すぎて何も食べれないと思います。今日なら多分食べれますよ。はい、本当にもう全屋台に並んでしまうので。本当ですよね。もう人がすごいことになります。1日3万人らしいですから。3万4000人平均で集まっている。今年はきっと春休み期間なので超えると思います。咲けばじゃな。はい、村上様、どちらへ。何もないところに。ああ、どうぞどうぞ。では我々村上さんの場合ありがとうございました。ありがとうございました。また今週末じゃな。こちらから降りれるんですかね。裏御門から。多分。裏御門のこの降ってきた方しかもう入らない。じゃあさ、一杯飲んで帰るか。うん。ああ、私の冬、まず取れない。無理だった。無理だった。でも、もういいじゃん。ちょっと眩しい。じゃあどうでしょうね。逆側にしましょうか。あちらから取りましょうかね。あ、そんで、こっちから。はい。はい。写真すぐあげるんだぞ。はい、本当にたくさんあげてください。頑張ります。拡散するんだぞ。本当にたくさんあげてください。はい、ボケボケの写真が多そうなの。プシューのところとかね。プシュー。
最低級。プラリアプリインストールで100円引きさせていただいております。サモン櫓は諦めますけど、下枝桜が最上層なんでちょっとだけ行きたい。いいですね。ありました。これが一番咲いてます。去年楽しみちょっとここでじゃあ一応天守も見えるし、はい、この辺そうですね、しだれ桜なら村上殿、設定がこれかな。どれでカメラ撮ったらいいですか。あ、これノーカメラ。これがギリギリですね。いやー、はい、いいの撮れました。いいのは撮れなかったです。いいのは撮れなかったです。重そう。Ha ha ha ha.